大反省会2022。2022年9月17日、阪神タイガースは巨人に2対3で敗れました。これは同時に、17年連続 V1 が決定したことになります。そこで今回の動画は、2022年まで阪神タイガースは優勝を逃してしまったのか、を、2021年に続いて反省会を行いたいと思います。それでは、本日もよろしくお願いいたします。今季は何はなくともこれでしょう。開幕戦で7点差逆転負け、ここから全てが始まりました。4回裏まで24安打8得点。誰もが楽勝かと思いきや、開幕投手の藤浪は7回3失点と先発の役目は十分果たしました。8回からは継投へ、5点差もあるので、勝ちパターンは温存となり斉藤がマウンドへ。しかし、2点返され慌てて岩崎にスイッチするも、流れがすでにヤクルトへ。なんとか1点差で9回表を迎えて、来日してわずか3週間の新守護神ケラーへ。だが、明らかに調整不足。いきなり山田に同点ホームランを打たれ、サンタナに勝ち越しツーランを打たれてジエンド。一方の打線は追加点が取れない、どころか、5回以降ヒットも出ない。今季を象徴する大楽天負けで2022年シーズンが始まりました。ここからが本当の地獄だ。開幕戦を落とした後、その敗戦を引きずって7日セリーグ記録となる開幕9連敗。連敗を9で止めた後も、引き分けを挟んで6連敗。1勝15敗1分けとなり、勝率0割を除くとプロ野球最低勝率6分3厘を叩き出しました。4月21日には同一リーグ全球団に早くも3立てされるなど、負の記録をこれでもかと記録。4月21日には最大借金が16にも膨れ上がりました。今シーズンはこのスタートダッシュ失敗が全てではないでしょうか？しかし、開幕直後は不安定だった投手陣、特に中継ぎは徐々に整備されていき、5月の月間防御率は 1.79、7月は 1.29 と1点台の防御率を残し、セリーグでも屈指の防御率を残す投手陣になりました。そこからチーム自体も持ち直してきましたが、これだけの投手力を誇っていても勝ちきれない。その理由は明確、打てない。完封負けが球団新記録更新となる26回、9月18日時点を、見てもわかるように、本当に打てない。1点でも先制されると、ものすごく試合が重くなってしまうのは困ったものです。また、阪神が先制しても追加点が取れない。これもいまいち勝ちきれない原因だと思います。序盤に3、4点取って試合を優位に進めていても追加点のチャンスがあるのに取れない。そのうち相手に追いつかれ追い越されるパターンも多い。この点は、リーグ屈指のリリーフ陣を要しながら、リリーフ陣の負けが多いのも、追加点が取れないというのもあるかもしれないですね。試合中盤に追加点を取れなくて、楽な試合展開に持っていけないのが多いです。そして、ただでさえ打てない打線は、左投手になるともっと打てなくなります。他球団では公約している先発左投手でも、阪神相手だと好投されてしまうことが多いです。ですので、当然相手チームは左投手を当ててくる。6連戦連続左先発投手という時もありました。きっちり6連敗しています。その後8連敗まで伸びました。これは左打者が多いという点に結びついてくると思うのですが、この点については後ほど、打撃の改善、ここ数年の課題でしたが、やっぱり今年も解決できなかったです。これまたここ数年の課題だった守備ですが、やっぱり今年もそのままでした。甲子園が土のグラウンドとはいえ、エラーが多いですね。そもそも捕球ミスだけではなく、送球エラーも多いです。今年はフライ落球も目立ってたような気もします。調べたわけではないので印象だけかもしれませんが、エラーで負けた試合で思い出すのは3試合。7月20日マツダスタジアムの広島戦。2点リードの7回裏一死一二塁、佐藤輝がライト前ヒットを後逸してランナーを返し、その直後近本が落球した試合です。この回に一挙4失点で逆転負け。
続いて8月6日これまたマツダスタジアムの広島戦。9回裏3点差リード。岩崎が連打でピンチを背負い、上本の二塁内野安打の当たりを小畑が一塁悪送球。一死後、菊池のショートゴロ、イレギュラーバウンドした打球ではありましたがお中野がファンブル。これで同点になり、最後はサヨナラ負け。3つ目は9月18日。先発の藤浪が好投するも、6回先頭打者のショートゴロを中野が一塁悪送球。続く2番打者の投手前バントを藤浪が悪送球。2連続エラーとなり、先制点を献上。結局この1失点自責点0で負け、野球にエラーはつきものですが、あまりにもクリティカルなエラーが多すぎます。守備に関しては主力の守備位置コロコロ。守備コロも不満点です。当然、延長戦などで選手が足らなくなって、一時的に守るとかであれば仕方はないですが、特に今季クリーンアップを打つことが多かった大山と佐藤輝。この二人の守備コロは、ね、佐藤輝はサードからライト、どちらかに固定させてあげたかった。当然、固定しても今の成績と変わらなかったかもしれませんけど、少なからず影響はあったかと。てるといえば、まさかオープン戦でやったセカンドを公式戦でも見るとは思いませんでした。他球団でも守備位置が固定されていない選手がいたりしますので言い訳はできないかもしれないですが、単純に守備練習半分にならないですかね。守備の改善するには練習しかないですからね。シーズン中にやることではないですが。あと大山は便利や扱いされているのが悲しい。今季は一塁、三塁、左翼、右翼を守ったんでしょうか。三塁は怪我の影響で今季は難しいらしいですが、できれば一塁に固定してほしかった。一塁守備もうまいですしね。どこも器用に守れてしまうので、たらい回しにされちゃったのでしょうか。守備に関しては、素人目に見てすごく雑に感じることが多いです。外野からの返球とかも全力返球しろとは言わないですが、ふんわり返球が気になります。試合を見ていると記録に残らないエラーも多いですしね。ゲッツーを取れるところで取れずに点を与えるとか、守備は練習である程度改善されるようですので、無駄な失点を1点でも少なくしてほしいです。まずは打順に関して、びっくりしたのが開幕戦の5番糸原、7番大山。いや、本当に5番糸原をするとは思いませんでした。大山はオープン戦不調だったとはいえ、さすがにこれは、開幕戦では2安打2打点でしたが、一発のない糸原が5番は相手からして怖くない。3番も含めてクリーンアップ17試合の先発で打点が5のみ。本当にこの打線が機能すると思ったの？1番から4番まで左が続く打線。左が続く打線は前述した通り左投手に非常に弱かった。試合中盤や終盤でチャンスで上位に回っても、左のリリーフに抑え込まれる。なんと見てきたことか。これは、3番を見込んでいたマルテの怪我の影響が大きいですね。そのため、3番がいないんですよね。仕方なく近本を3番に持ってきていますが、本来は1番がいいですよね。中野の1番は出塁率が悪すぎる。さすがに出塁率3割ないのはきついです。中野は下位打線にいるといいのですが、そして打順に関しては意固地になりすぎてます。8月好調だったロハスを左投手では徹底的に使わなかったり、好調時のロハスは左右関係なく投射比で打ってたんですが、信頼感がなかったんでしょうね。まあ、その後すぐにロハスも冷えちゃいましたけど、1軍2軍の連携もきちんとできていたのか？調子が良くて上がってきた選手の出番がなかなかないとかありましたし、そして使われる頃には冷え切ってるっていう、猫舌なのかな？9月は好調な原口ですが、交流戦時は状態ひどかったですからね。その状態の原口を5番で使ってチャンスで打てずに、4打こそく2軍落ちとかもありましたね。思い出せばもっとありそうな気がしますが、この辺でやめておきます。結局、俺たちの野球って何やったん？ここまでいろいろと反省点を書いてきましたが、結局は、例のウイルスに振り回された1年だったですね。開幕投手の予定だった青柳が開幕アウトになったり、
開幕直後に伊藤将司藤浪がアウトになったり、とどめが8月の中野近本大山たちの離脱ですかね。ここで踏ん張りきれなかった8連敗で今シーズンは終わりました。他球団も感染者は出ていますが、感染者が多く出て試合中止になるところがあったり、阪神みたいに少しずつ出て試合は消化するパターンが最悪でしたね。この辺はルール化しておいてほしかったです。今更ですが、まだクライマックスシリーズへのチャンスが残されてはいますが、これも自力進出がない状態です。厳しいなぁ。実は阪神、得失点差にするとプラス60以上あるんですよね。これは首位のヤクルトよりも得失点がいいです。でも現実は3位争いで借金持ちです。つまり、勝つときは大勝して、負けるときは僅差負けということです。0対1負けが8回あるというのが象徴しています。まだまだ言いたいことはありますが、この辺でやめておきます。よくよく考えたら、なんでファンが反省会しているのでしょうか。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。